地図、東山会議館見学者出入口長野県立美術館は長野県長野市にある県立美術館。全光寺東側の城山公園内に立地する。主に郷土作家の作品や郷土の風景画を中心に収蔵する本館と長野県の風景を好んで描いた日本画家、東山会議の作品を収蔵する東山会議館からなる。前身の,の美術館は、 1962年に始まった長野県に美術館をという県民の声に応じて、1966年に財団法人の運営で開館し、1969年に県に移管され県立美術館となった。現在でも長野県唯一の県立美術館である。菱田俊総、小木原六山、池田増夫、松井康成といった、 県出身作家の作品や県内の風景を描いた作品を収蔵する。その後1987年に東山会議がゆかりの地である長野県に作品、図書を寄贈したことを受け、1990年に東山会議館が併設された。設計は当時存命だった東山会議の遺構で、東山の友人の息子である谷口義雄が担当した。 施設の老朽化、共愛な施設、学芸員の不足など、数々の問題が指摘され、東山会議館は2017年5月31日から、品野美術館は2017年10月1日から、休館し、全面的な再整備を行うことが決定した。2017年6月5日、長野県は、品野美術館と東山会議館の今後の方針を決定し、 品の美術館本館は改築、東山会議館は改修とし、両館の延べ床面積は改築、改修前の2.5倍に当たる12000平方メートルとなる。本館、東山会議館の間には高低差がある。本館の入り口は2階にあり、これが東山会議館の1階と同じ高さである。ありがとうございます。